MS-06S、シャー専用ザク2。モビルスーツの代名詞と言われた MS-06F ザク2は、その優れた性能によって、1年戦争初戦におけるジオン公国軍の優勢を決定づけた機体であった。この F 型をベースに、エースパイロット用に改修された機体が、MS-06S ザク2 S 型である。S 型への改修にあたっては、スラスターの強化が図られ、F 型から 30% の向上を果たした。これを活かすために、ランドセルには、新設計のスラスターユニットを採用、ジェネレーターも、新型のタイプに換装したことで、機体も軽量化している。また、推進剤の容量を確保するために、オート機器の制御パーツをオミット。これにより、操作性は低下したが、マニュアル操作の幅が広がり、エースパイロットから高い評価を得る結果となった。頭部へのマルチブレードアンテナを装備したことも、S 型の外見上の特徴となっている。この S 型を買ったパイロットで特に知られる人物が、シャー・アズナブル少佐である。一週間戦争での戦果から S 型を受領した少佐は、ルーム戦役で、5隻の敵艦を撃沈。その際、赤いパーソナルカラーで塗られた機体と、少佐独特の軌道によって、赤い彗星の異名を取ることとなったのである。また、通常の3倍のスピードと呼ばれる彼の作戦速度だが、S 型は、そこまでの推力は有していない。実際は、少佐の技量と敵艦を足場とした独特の軌道によるところが大きかったとされる。そして、S 型の性能がそれを可能としたこともまた事実なのである。ザクマシンガン。ジオニック社製のモビルスーツ用実体弾火器。口径は 120mm で 120mm ザクマシンガンとも呼ばれる。装弾数は145発で、通常弾のほか、鉄鋼弾や榴弾など、複数の弾種が用意されていた。ザクバズーカー。モビルスーツ用携行無反動砲で、口径は 280mm。装弾数は5発。または単発という2つの説がある。威力も高く、ガンダムのシールドを貫通するほどであった。ヒートホーク。モビルスーツの近接格闘用兵器で、セラミック系高分子化合物の刃を灼熱させることで、対象を溶断する。当初は、艦艇や建造物を目標としていたが、敵モビルスーツの出現に伴い、対モビルスーツ用兵器として流用された。ヒストリー。サイドセブンを出航したホワイトベースを追撃したシャー少佐だったが、ガンダムの思わぬ反撃により、ザクを撃破され、さらには補給艦をも失ってしまう。大気圏に突入するホワイトベースの追撃戦では、味方のザクを失いながらも、ガンダムを大気圏へと降下させる。しかし、ガンダムが、モビルスーツ単独での大気圏突入を成功させたことで、シャアの目論みは外れてしまう。続く地球では、ガルマ・ザビ大佐の部隊と共闘するが、決定打を書き、いたずらに、時間と戦力を消耗していく。確かにガンダムは、ザク2以上の性能を有していた。しかし、彼が、モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではない、と断じた通り、シャアの操縦技術は、ガンダムのそれを上回っており、戦闘では終始、敵機を翻弄していたのである。そして、北米、シアトルにおいて、シャアは、再びガンダムと対峙する。だが、その時の彼は、ガンダムとの戦いとは異なる思惑を抱いていたのだった。私を誰だと思っている？